三上さんとも今先ほどずっとお話してる間もですね、三上さん一切表情変わらず、はい、なんかそれは当然だなみたいな。まあそうですね。そうですよね。でも財界のこれテーマなんですけど、実際権力者の今の日本の権力者と超能力者とのこの関係という、今の現時点でのどうなんですか。まあというか、はい、変な、よくこういう言い方するんですけども、まあ一色足りて礼節を知ると、はい、ね、であとそのどん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 豊かになってくるとですね、はい、富と名声を得てスピリチュアルを知ると、はい、才気を知ると。だから大体そのまあ経済的に豊かで権力を持ってるような人たちっていうのは、はい、最終的にその先ほど秋山さんもおっしゃってましたけど、そのサイキックのまあなんていうか、そういう人たちと会う機会もあるし、はい、本質的に何が本物かっていうのをもう頭なしに知る立場にあるわけですよね、はい、でそれを利用してる人たちもいる、はいはい、現実に。でそれはずっと昔からそうなんですよね。でしかも日本だけじゃなくて、そのアメリカも中国もロシアもみんなそうなんですよ。まあ、古くはこう日本は卑弥呼の時代から、はい、そういうふうなシャーマニックな超能力者が、まあ、権力と結びついて、まあ、国を治めてたと、はい、で実際そういう人たちがいるんですよね。表には出てきてないですけども、その政治だとかその財界の裏にそういう方々がいて、はい、そういう人たちがある種のそのフィクサーみたいな形で、はい、例えば政治だとか経済のような、はい、まあ言ってみれば動向をですね、まあ、左右していると。ただ出てこないんで見えないんですよね。そうですね、僕らからは分からないんで。佐藤さん実際そういう方となんかパイプをつなげるという仕事を、はいはい、そういう案内紹介してほしいってくるんですね、はい、で結構あとよく話に出るんですけど、はい、大手のそのファンドの会社とかも上の方はもう突き詰めていくと、そういうところお金が立てているという噂とかこう結構聞こえてくるわけですよね。でやっぱりその業界引っ張っていく人たちってまあ孤独じゃないですか、はい、そうですね。で誰かに相談するっていうと、まあ、普通の人じゃ相談にならないんで、はいはい、そうするとちょっと違った能力を持ってる人たちになると思うんですよ、はい、でやっぱりこう普通のね友達とかでも話してると、まあ、霊能者とかそういうサイキックに会ったことがないっていう人の方がほとんどなんですけども、はい、でもよく見ていくとその社会的に影響力の強い人のところには必ず大体1人か2人そういう特別な能力とかお友達がいるわけですよね。って考えると、まあ僕自身はその社会的になんかこうなんですかね、その影響力の大きい人 のところにそういうまあナビゲーターとしてガイドとしてそういう人たちがこう引き寄せられるに合わせられるになってるんじゃないのかなっていう気がすごいするんですよ。引き寄せられるという表現なんですね。はい、わかりました。秋山さんも実際そういう今活動もされてるわけですよね。そうですね。だからやっぱりその今孤独な人たち、経営者にしてもそうだし、政治家にしてもそうだし、ある種芸能界で行き着いちゃった人たちもしてもそうだし、はい、そういう人たちほどやっぱり我々のところには頻度多く来ますよね。誰ですか？まあ、例えば政治で言ったら両陣営両方来られると非常に困る。あ、そうですよね、はい、で大体トップをやったで退いて、どちらかというと竹林の老人っぽくなってこうアドバイザーのような立場になった人たちが多く来ますね。誰、友達さん、友達なら持ってください、まあ、ここだけですよね。だから僕が10代の頃なんかは例の選挙で田中曽根戦争とかあった頃ですよね、はい、ちょっと中曽根さんの陣営の事務所で念力を発するか田中さんの陣営で発するか行ったり来たりしてる能力者はいっぱいいましたよね。あ、行ったり来てる人がいたんですか、うん、共に、うん、共に、で今日は田中さんとこのがお弁当良かったねとかね。あ、そんな、それは、それ今でこそ言えるんですけど、はい、そういうことはありましたね。そういうことありました。だから結構政治家の世界なんかは結構オーソドックスで、誰の秘書の誰の弟子が誰、こう要するに縦線がいまだに同じなんですよ、派閥って。だからもうその派閥の人たちは何かあるとこういうことがあるときは能力者使う、はい、その使い方もいろいろあって、はい、ただ最近ちょっと怖いのは何でしょう、結構経営者とか政治家の一部でも能力者の使い方が分かってきていて、能力者を能力者として使うということよりも、例えば宗教法人を持たせてあらマスコミで仕掛けたらうまくいくんじゃないかとか、結構お金儲けに使おうとする人も増えてきてるんですよね。これはちょっともう次の段階いってるわけですね、うん、これでもそこに今度は能力者が乗っちゃうと、はい、
ある種楽な生活をしちゃう、その明日が決まってないっていうフリーダムな生活じゃなくなってくる、はい、でそれは楽なんだけれども反面能力者の非常に重要な刺激が失われるんで、こう閉塞していって能力者として壊れちゃう人もいるんですよ。あ、秋山さんご存知なんですか、うん、そういう壊れてしまった人。だからだいたいそういうところに吸収されてしまうとマスコミの表には一切出ないですよね。出ない方の能力者たちの方がそういう意味では葛藤は多いですね、うん、だからそういう人たちの今は結構が相談に来る、またその人が、そうそう、だからアキちゃんってもうメディアも適当に出てるし、はい、こっちの世界にも適当に行き来してるしあなたは気楽だよね自由人でみたいに言われるんです彼らからは。でもこれは僕は僕でそうして武装してきたんですね。どっちにも飲み込まれないように、はいはいはい、マスコミにも権力側にも飲み込まれないように。でも、はい、まあ、それはうまく結果としてうまくいったからよかったんですけど、でも今度はその飲まれちゃった人たちは、ね、こうなんか自由には動けないから、そういう人たちが今度はなんかそういう狭い世界でまた恋愛で悩んじゃったりとか、能力者も人としての当たり前の苦悩ってあるわけですよ。で映画と映画も、いや本当にだから、はい、それこそ能力者が恋愛なんかすると相手の先行きがちょっとずつ読めて、そうですよね、それそう、どんどん不安になって余計好きになるとかね、はい、いやだから逆はもうかわいそうに、じゃあいいじゃん、そういうそういう惚れ方しちゃダメだよみたいな、はい、アドバイス今度はこちら側がしてあげるとか、はい、っていうなんか能力者同士の友情がありますよね。ちょっとレベル高すぎる。でもかわいそうだよね、秋山さん、うん、時々見てるとね、はいはい、あの具合悪くなって入院したりすると超能力で治せばいいのにとか言われちゃって、あなんでよそれ気軽に言うやつがね自分で治せばみたいな感じで、そんな、ね、結構お医者さんにも能力者の秋山さんですよね、バレると結構冷たくされたりとか。そうなんですか。だから秋山さん病気なんですか。なりますよ、結構。ほらね、そういうありますよ、やっぱり。もう仕事やりすぎて過労性肺炎で倒れたりとか、ね、結構今までも、ね、体壊したことは意外と体弱い、ね、弱い、ね、ボディーをお持ちなのに意外とね、敏感なんですよ、超能力者。そうそう、あ、ほんまですか。田口さん病気とかなさそうですね。すいません。じゃ質問いいですか、一つ来てるんですけども、こちらです、読んでいいですか、これ。自分の超能力で血圧を下げるにはどのようにイメージすればいいんですか。男の方、39歳の方です、男性の。僕も血圧高いですからね。あ、そうなんですか、ね、いやだけど下げることがあるとすれば、やっぱり血圧、自分が精神的にリラックスできるような環境をイメージする方法が一番端的かなとは思いますけどね。あとはそのイメージをいかにリアルに描けるかっていうことですよね。でもやっぱりイメージって、前回 その開発ゼミでもおっしゃってましたけども、自分はどうなりたいってすごい大事と、大事ですね。だから間違いやすいのは、はい、例えば血圧が高いと、はい、血圧が下がれって念じる人が多いんですよ。あ、そう、普通そう、下がれ下がれ下がれと思うんで、でも、はい、血圧が高い人が血圧が下がれと念じることはとっても悲壮な祈りになりやすいんですよね。あ、つまりどん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 祈りながらストレスフルになる、あ、なるほど、っていう状態になりやすい。つまりストレスが高まっていくイメージの仕方っていうのはどっちにしろあまりうまくいかない。だから逆に言うと、その血圧が普通だったら下がる、自分が一番心地いい環境そのものの中にいるというイメージをなるべく淡く長く続けているような状態の方が多分